エントリー2人目はこの方です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあまずは簡単に自己紹介お願いします。はい、広島3年目の気象予報士晴山です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。面識って終わりです？いや、一緒に仕事するのは初めてですね。そうですね、私はどちらかっていうとお兄さん、カズさんの方はもう飲んだこともあるくらい、はい、ちなみに関わりあるの知ってました？全然知らないです。あ、全然話したことはない。はいはい、じゃあお兄さんからしてもちょっと私の印象は薄かったっていう感じなんですか？いや、そんなことないですけど兄弟間でそういう話をしなかったっていうことでしょ。久保井さんに対しての印象はどちらかというと今のところ、ま、ゼロです今のところ。その逆にそのカズさんに対しての印象は どんな印象ですか？なんかしかも私飲んだ時にすごい仕事の話を言ったんですよ。全然関係ないじゃないですか、サッカー選手、元サッカー選手に、はいはい、自分の番組の話をすごいしてて、うん、晴山さんの方ね。そうなんです、私がすごい言ってて、はい、で後々会った時にそのカズさんから、はい、俺あの時めっちゃ説教しちゃったよねって言われました。カズさんが説教した。カズさんが私に。あ、カズの悪いところですね。簡単にプロフィールご紹介いたしましょう。岩手県の出身、1995年4月14日生まれということで、はい、1995年と言いますと川辺選手と同世代、うん、この年の新語流行語大賞はノモでした。ノモ、ノモ分かります？消しゴムのもの。あ、消しゴムのものではない。そうですよね、ノモ。そっか、だそっか、生まれた年だね、この年に生まれてますもんね。そうだよね、小泉さん当然ね、野茂選手ですよね。あ、そうです、大リーグで活躍した野球の野茂。野球の、そうです。野茂だけじゃわからないですよね。当時トルネード投法っていうのがね流行って、はい、あ、そこで私の気象とかけてきてるっていう感じですか、トルネード。ああ、じゃあそういうことにしましょう。そうなんですよ、トルネード投法っていうところで今回ね、さすが気象予報士の晴山さんにお越しいただいたということになりますけれどもね、このサンフレッチェの番組になぜエントリーをしたのかというところですよ。はい、めちゃくちゃ笑ってますけれども。すいません。え、あれなんて、ちょっと真面目な話すると、サッカーの世界にはホペイロっていう、ホペイロ、はい、スタッフさんがいるそうで、うん、でまあもちろん用具の管理とかそういうこともされるんですけれど、うん、サッカーって雨降ったから試合中止とかないじゃないですか、うんうん、ですごく天気とね密接な関わりもあるってことで、ここ10年くらいで調べると、うん、サンフレッチェは雨の日の勝率の方が高いんですよ。これは私もホペイロとしてサンフレの右腕にと、うん、これサンフレッチェにおきましてですね、晴れの時は勝率が5割8分8厘、雨の時の勝率、あ、そうなんですか、7割近いですもんね。雨の時の方が高いんですね。はあ、ちょっと意外でしたね。初めてだ、こんなデータを見るの。全く実感なかったんですけど、個人的にはなんかこう雨が降っている方がなんか意外とこう開き直れて楽しいイメージありましたね。芝が濡れてピッチが濡れるとボールスピードが結構上がるんですよ。ほうほう、そうなるとまあサンフレッチェのスタイル、サッカーのスタイルでいうと、まあ、パススピードが上がるんで、うん、より、まあ、自分たちの強みが出しやすいとか、はあ、まあ、そういうこともありましたし、シュート打った時のそのボールのその重さとか、うん、あとはそのバウンドがキーパーがね処理しづらいようなシュートとかもね、うん、雨の時の方が打ちやすいので、うん、攻撃の選手よりは守備的な選手の方が気を使ってたと思うんですよね。多分ディフェンス泣かせなのは雨の方ですよね、ディフェンシブな選手、ゴールキーパーとかも含めて。こうやって聞くと結構面白いですね。そうですね、なんか私野球の方はどちらかというと会社の人とかからも雨降るかどうかのことばっかり聞かれるんですよ、はい、まあ、多分中止になってしまうから、ね、そうなんですよね、うん、ただ中止の判断するかどうかって私に全然権限ないんですよ。そりゃそうですよ、まあね、か聞かれても本当に意味なくて、それは晴山さんにね、今日野球ありますかって聞いたところでね、審判に聞いてくださいって話じゃないですか。雨降ってもやるときやるんで、仮にそのクラブの中に、はい、晴山さんがそのアナリストって言うんです、こういうのって分析担当、分析担当として入ったら選手にどういうこうアドバイスを送ったりとか、どういう貢献ができますか？そうですね、アドバイスって、まあ、私はプレイヤーとしてやったことないので、うん、それはもう本当に浩二さんが今おっしゃったみたいな、うん、雨降ってる時はこういう攻め方をっていうのはあると思うんですけれど、うん、事前にその雨一つとっても、うん、例えば降り方とか、うん、時間帯とかも違いますし、はいはいはい、その量とかによってその芝の影響とかも絶対違うじゃないですか、うん、でそこの面はその個人が
天気予報確認しただけじゃ絶対わからない部分なんですよ。確かに、うんうん、そういうところは絶対私は細かく言えますよね、うん、基本的には選手はね、うん、自分でスマホ取って調べますけど、うん、ただどれぐらい降るかとかね、うん、時間帯とかはそこまで細かくは見てないですから、うん、確かにファンサポーターの方は試合観戦の日が、うん、晴れてるのか雨なのかっていうところが気になりますけれども、うん、実は選手の方が気にしている可能性があるっていうことですね。確かにそうですね、うん、関わり方がこういう関わり方もあるんだなっていうのは、うん、ちょっと新たな発見としてね、うん、ちょっと新鮮味があってよかったですね。そうですね、はい、まずは総評をいただいてもよろしいでしょうか。まあ、吉田君は本当にサッカー経験者として非常にその熱量というか、まあ、非常に感じましたし、まあ、晴山さんはちょっとまだ僕の方で情報量も少ないので、うんうん、そういう意味では晴山さん自身がもしかしたらこう手応え自体は、うんあまりつかめてなかったかもしれないですけど、一番最初にそのこの番組手応えつかめない方が視聴率上がるよっていうところを確かにちょっとジャッジに僕は加えたいなとなるほど思ってますので、はい、この夏全く新しいフィットネスジムがオープン。綺麗に欲張りなあなたに優しい24時間ジムとエステがコンセプトのフィットネスジムベースワン24はフィットネスジムとエステが融合した24時間ジムです。7月16日府中店がプレオープン。入会受付及び店舗見学を実施中。フィットネスジムベースワン24はあなたの美しく健康な体づくりをお手伝いいたします。詳しくはベースワンで検索ください。正田建設株式会社は若い社員の活躍をはじめ社歴に関係なく責任を持って業務に取り組める社風です。懇親会や社員旅行などを通じて親睦を図り社員同士の距離が近いことも魅力の一つ。ワークライフバランスの推進や有給休暇の取得促進で今後も社員の働きやすさを追求していきます。ワイズミュージックプレゼンツライブガールズガールズガールズの開催間近。出演アーティストは山口出身のピアノ弾き語り炭酸系シンガーソングライターフーコ、ギターの弾き語りで心に留まったことを自分らしく表現していく岩国出身シンガーソングライターナミヤミ。儚くも力強い歌声であなたが主人公の物語を届けます。弾き語りユニットアメイロリボン。開催は2021年8月9日15時オープン。女性シンガーたちの熱い夏を見逃すな。お問い合わせはワイズミュージックまで。国旗の掲揚のために必要な旗ポール、そして道路や公園、お店の前など街中でよく見かける車止め、これらは広島の会社が作って全国に届けています。実はタイにも拠点があり日本国内だけではなく海外にも輸出しています。高さ314メートルを誇るタイの超高層ビルマハナコンの屋上にあるガラス張りの展望台やタイの有名な通りであるカオサン通りにもサンポールの製品が使われています。1970年広島で創業以来50年ずっとサンポールは旗ポール、車止めを通して世界の街の景観に関わる仕事をしてきました。これからも外部空間を豊かにクリエイトする演出者として誠実で心のこもった製品サービスを通じ笑顔あふれる街づくりに貢献します。サンポールは地元広島のチームであるサンフレッチェを応援しています。合格者の発表をお願いします。はい、合格者は晴山さんです。おめでとうございます。シンプルに、うん、あのサンフレ女子をたくさん作りたいんですよ。やっぱ晴山さんをちょっと押していきたいなと、うん、いうところと、まあ、やっぱり本当に一番最初にね手応えを
掴んでは欲しくなかったんですよ、うんうん、それが視聴率にこの番組に対しての視聴率につながっていくのでなるほどサービス精神が旺盛の方なんじゃないかなと思ってそれが今回少し裏目に出てしまった優しいかなと思ったんですけどいい感じに傷をがっつりあれフォローのつもりだったんですけどありがとうございますただ、はい、何度でも来ますんでオーディションっていう情報がツイッターに出たら何度でも来ますんで